40% オフ。普通のパーカーですね。普通のシャツ。長袖のポロシャツ。この中でパッと目につくものは、エクストラ、この辺の霜降りっぽい感じのやつで、結構重みのある140ドルの多分 40% オフじゃないかなと思うんですけど、まあ、聞いてみないと分かんないですね。シャツがすごいことになってます。この辺り98ドル定価が 69.99、 28% オフ、微妙なオフ差です。はい、ワンポイントポロ 64.99、完全にいりませんね。それから、まああんまりそそられないでしょうね。ちょっと変わったものでかっこいいものでしょう。ちゃんと頭では分かってるんですけど、実際探すとなかなか簡単ではないと。この辺りの105ドルが 74.99、チェックシャツですね。これもでもちょっと春には暑いかな。ナイロン系はまあいらないですよね。ついてません。何がそんなに売れてるんだろうって感じですね。まあ、半袖のポロシャツもいらないでしょう。どうでしょうか。うわー、もう恐ろしい。あの日本でいう結構あの初売りに近いような感じですかね。ノルフカーゴパンツを105ドルが 74.99。 ああちょっと薄く見えますけど、もうちょっと濃いカーキ茶色ですかね。多分この中から掘っていってなんか探すみたいな感じですか。あでもトレーナー、薄手のトレーナーとかでも、まあラルフのワンポイントのトレーナーはいらないですよね。 74.99。 そこまで安くない。ここで去年あのポロシャツのいいやつあったんですけど、今年はなかなか。トミー・バハマ、リンクス、なんかちょっとわからない。アルマーニジーンズとかいらないですかね。どうなんでしょう。テーラー系とかそういうのが売れてないんですよね、あんまり。わあ、色的に結構かわいい。でもまあいらないでしょうね。カナダに住んでる僕的には結構
いい感じなんですけど、10とかでありますね。わあ、これかわいいな。カナダサングラス、カナダサングラスどうですか、いらないですか。10で売ってあります。これ3000円ぐらい、こんな感じです。噂のデニム&サプライ、あまりクオリティが良くないというお話ですけども、でもこの中で1個ぐらい何かあるんじゃないかと。わあ、パイルじゃなくて毛布みたいな感じの生地のいらないでしょうね。カナダグッズはあります。まあ国的にカナダはあまり人気はないでしょうね。デニム&サプライ、この辺の黒のデニムジャケット、なんかパッチがついてますね。売るならば1万2000とかで売れるならばと思うような感じですけども、すでに155ドルしますね。きついでしょう。デニムのピーコート、グレーっぽい、これで値段書いてねえっすね。なんで、金額不明。あった、215、これ安くなってるのか。うわ、全然ダメですね。なんでみんなこんなに多いのかな。そんなに安くない。でも 40% オフって書いてありますね、この辺り。デニムシャツとか、あまりかっこよくない。あ、こういうコットン地のカーディガン、あ、でも安くなって 139.69、 定価215、あ、迷彩のストール、なんか生地が変わってます。これ 49.5 が 34.59。 なかなか、そうっすね、リーバイスありますね。スキニーパンツとかは今売れませんよね。この辺ディーゼル、でもダウンはもういらないですよね。ちなみに金額、あ、これ今年もやってるって言われてたやつですかね。400ドル定価の280ドルになってます。グリーン、ババッと。 T シャツとかどうでしょうか。今から少しずつ、多分85ドルの 30%。このベンチというブランドも結構なんかこっちで人気なんですけど、ニットで中フリースになってます。いやー、これは春は着れないでしょうね。ちなみに多分139ドルの 50% オフですね。で、ディーゼル、ジーパンとかも
今どんな感じのやつが売れてますかね。ディーゼルシャツ、長袖、細めのローライズですかね、パンツ、スキニー、大人の方が多いならばあんまり細いのは測れないんですよね。$549.99、高い。金額よりもかっこいいものということで。回ってはいますけども、どう言っていいものか。ノーティカどうですか。ノーティカいらないですよね。意外とでもなんかおー懐かしいみたいな感じでうまくいくならばトミーも混ざってます。まあこの辺は飛ばしますか。このゾーンなんかいいのあったかなと思いながら歩いてます。ディーゼル、ラルフ、そうですね、長袖シャツ、自転車乗ってて最近膝とかいっぱい痛いみたいな感じです。こんな感じのちょっと薄い色のワンポイントラルフ、まあ長袖シャツですね。撮りながら、写真撮りながら触るのは難しいですけど、まあ、金額がそして出てこないという、どうなってるんでしょうか。あだだだ、$98のからのナンバーオフかも書いてないという、売る気があるのかという感じですね。ワンポイントニットベスト、まあコットンですね。 89.5 は $64.99。 この山の中もなかなか手ごわそうな感じで、でも意外と掘ってみたらあったりとか、やべなんかちょっと見つけました。140定価、 99.99。 ニットコットンでしょうね、この感じは。フリルではないと思います。首元こんな感じの、でも茶ベージュん茶色、秋っぽいですかね。